がスタートしました。一三になります。先行打線に入ります。外からナイスマーク、ナイスマークを当てていきました。宮城中道が飛ばしていきますが、内倉軍軍の3番のセントノーザンが出ていきました。セントノーザンとナイスマーク、両馬のセント争いであります。岩神から3馬身を置かれました。悠々三ボーイ、外を回りまして宮城中道と3番と争いでありますが、あとは外を回りましてシャマートシンボリーが先行集団になります。1周目3、4コーナー中間、その後方4番平成シルバー下がり出して後方であります。坂本リードアンが後ろから4投目、その後方部6番のピザード下がりまして外を回りましてビンゴモルト、最後方9番西健介になります。先頭から佐賀で18馬身ぐらい広がりました。前団子状態になりました。ナイスマークは先頭、ナイスマーク先頭で外を回りまして先頭の3であります。宮城中道が外から中をついてシャマートシンボリ、内を追走、さらに悠々三方位先行集団、ぐんぐんと平成シルバーも差を詰めていきます。1コーナーで右カーブを取りまして後ろから4投目には坂本リードアン、その後方6番ブリザードが差を詰めていきました。あとは2馬身差、リンゴモロタは後ろから2投目取ります。西健介が岡田手最後方を追走していきます。2コーナーカーブしていきます。ナイスマークは先頭、ナイスマーク先頭、向こう正面出ていきました。2周目先頭はナイスマーク、2番手外からセントノーさんが差を詰めていきますが、ぐんぐんと宮城中道が外から前を伺います。内を回りまして悠々三方位、外を回りましてシャマードシンボリ、さらに外を回りまして平成シルバー動いていきました。平成シルバーがスタートして今3コーナー手前であります。ナイスマーク先頭、ナイスマーク先頭で3コーナーカーブ、2番手宮城中道、外から宮城中道400を切りまして外からぐんぐんと平成シルバーがスタート、平成シルバー、平成シルバー、平成シルバーナイスマーク、セット争いでありますが、あとは外を回りましてシャワーのシンゴリは先行集団であります。第4コーナーカーブ直線であります。中をついて平成シルバー、平成シルバー先頭、2番手争いで外を回りましてシャワードシンボリが追い込んでくる。内からぐんぐん悠々三方位、中をついてナイスマーク、ナイスマーク、左打ちをついてブリザード、ブリザード2番手争い、先頭平成シルバーボール、